の起きている中国での身柄引き渡しを可能にする条例の改正案に対して再び抗議行動があり激しい衝突となりました。デモ隊が議会である立法会への入り口への通行を妨害しました。警察は警棒で応じ催涙ガスなどを使用しました。イギリスの植民地だった香港の政府は改正案を迅速に議会を通過させたいとしています。しかし12日に予定されていた審議は立法会がデモ隊に取り囲まれたため延期されました。